オリンピック、やっぱりでっかい世界大会だよね。そこで絶対に取る、もう一回世界一を奪還するっていう部分の目標のに向かってのアジアの最終予選なんで、一人一人やれることを考えて、いい準備をしていきましょう。 OK、 いよいよね、パリ五輪向けての決戦が始まりますので、まあ、いろいろちょっとね、初戦のスケジュールがまだできてないというところですけど、まあ、そんなことに左右されないで、とにかくコンディションしっかり頑張っていきましょう。しとるぞ。およし。はい、行こう。切り出し前。そう、ナイス。切り出し前、出る。
チームの雰囲気がよく、入れてると思うので、あと1週間ちょっとですが、いい準備していきたいなっていうのはあります。試合日程が決まってないっていう状況が、人生初というか、その状況でも試合は絶対やってくるので、チームとしても個人としてもいい準備するだけなので、そこは変に考えすぎず、自分自身 の, コンディションを整えていければ、結果はついてくると思うので、不安な要素あるんですけど、やるだけだなっていうのはあります。フィジカルありつつ、嫌なところで、ファールだったり、体ぶつけてきたり、ギリギリまで粘っていくって印象は、変わらずあるんで、対戦相手ってそういう感じで来ると思うので、泥臭く、やっぱこっちも戦うところを戦っていかないといけないなと思います。次、腕組みをお願いします。最初のままお願いします。そのままください。もう一回、1回でいきます。じゃあ笑顔でいきます。1回ください。リーグで、得点ができているところであったり、そのゴールに向かう姿勢っていうところは、今いい状態で来ていると思うので、そういったところも見てもらえていると思いますし、この代表でもそれを出していけれるように、自分のプレーを全部出し切りたいなと思います。オリンピックの最終予選っていうところで、絶対に、負けられないですし、やっぱり一番は試合に出て、チームの勝利に貢献したいなと思ってます。さっき引く状態で引く。ありがとう。はい。はい。じゃあ、今日バレンタインなんで、選手のみんなから、差し入れです。誰に？皆さんに。どうぞ。どうもありがとうございます。NHK さん大丈夫ですか？これ。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。それは。カリです。これください。え、なになになに？なんで来ました？顔の横にこっちゃって。え、テルト
上です。カモネ君あとでやるね。はい、あ、もう熱くないから。ありがとうございます。そうそうそう、ブレ玉。試合してるのこの2人なんで、あそこちょっと教えてほしい。でもフィジカルが強いイメージ。マミさん。ね、始まってるから。始まってるから。前半はね、ベンチで見てて。あ、もちろんフィジカルも強いし、走力。前に行く推進とかっていうのはやっぱあるな。確かにそのイメージ、強さは、はい、もうその通りです。そこはね、怖かったよ。怖かった。自分のイメージというか、見てて思ったのは、なんか結構ボールウォッチャーになるシーンが多いかなって。
相手の弱点。まあ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 、そうですよね。だからあの、シノが言ってくれるみたいなやつ、うんうん、あれ背後だったよね。本当逆さ全員で共有できたから天気見る。やっぱそこ決めきるってのさすがだよね。そこね、そこだよね。わかる。トイレでボール打ち少なかったで、ね、たまたま。いや、もうあれ、あれいいのね。わかる、ヨッチしかいないなと思った。本当にありがとう、日本のためにありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ワクワク、ワクワク、わかる。試合とかに対してやっぱ楽しみかなって思います。場所はあの花、個人的にはあのまあ別にどこでもみんながいたらあの楽しいし頑張れるなっていうところがあるから楽しみ、楽しみが強いかな。わかるとか言ってた。わかるよね。わかる、わかる、楽しみ、楽しみ、わかる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 。まあ、でもやっぱり同じ相手とそんな短期間でやるっていうのは、あメンバーもその登録のメンバーは一緒でとなると大きく、ね、変わることはそんなないと思うから、難しさはねあるよ、ね、絶対に。最初アウェーだから、うんうんうん、結構勢いが、ね、やばそうだね。すごそうだよね。わかる。勝ったら、いや本当ね、勝ったらでかいね。そこはでかいね。でも最初、まず最初だよね。その最初に全力を注いで、それでまた次にまた全力を注ぐから、もう続くじゃない。はい、未来のなでしこたち、はい、オリンピックに出てる姿見せたいです。素晴らしい、本当に夢を与えたい。ああ素晴らしい、もらってます。今まだまだです。ちょっとこの映像くださいな。作ってください。やっぱちゃんとしっかり勝って、この試合に出たらしっかり貢献できるように頑張りたいです。本当に、しかも日本で最後みんなで喜びたいです。そのために頑張ります。頑張りましょう。よろしくお願いします。